こんにちは、スタイリストのしゅんです。今日はですね、皆さん外で撮影したいなと思います。いつも事務所ばっかりだとね、ちょっと絵がつまらないので外に出て撮影なんですが、もう皆さんこの背景といったらご存知の通り、グリーンレベルさんのですねプレスルームの方に今回はお邪魔させていただきました。大人にですね似合いやすい秋服をですね皆さんにどんどん解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まあいろんなところを今ね、あのお店も回ってますが、なんかホームに帰ってきた感はやっぱりありますね。大人男性に似合いやすいような使いやすいようなものが非常に多いので、まあ今日はこの中からですね、特に皆さんにお勧めしやすいものをですねピックアップして見ていきたいなと思っております。はい、ということでまず早速なんですけど、こちらのゾーンですね、まあ、前回お邪魔した際にもですねちょっとこう皆さんにご紹介しましたが、今はねこういったちょっとイエローっぽいタグでクリーリッチというシリーズね、これがですね、まあ秋冬バージョンも出ていてすごい使いやすそうなんですよね。まあ実際にですね、僕も最近普通に自腹でですねフリーリッチをセットアップ購入したんですよ。僕が買ったのはですねブラックのジャケット、これとあとボトムスがですねフリーリッチって2種類選べるんですね。ちょっとこうオルマイイージーパンツをですね、通常版のボトムス、まあこれは太すぎず細すぎずっていうところのボトムスとジャケットが、これいわゆるですねビジカジ用のカッチリ系ではなくて、少しこうボックス型になっていて肩のライン落としてる感じ、これがですねめちゃくちゃ使いやすいんですよ。お仕事でもいけるけど、僕の感覚で言うとプライベートが7、お仕事でまあ6-4でもいいかな、それぐらいの感覚でちょっとこうオフでも使えるようなセットアップなんで、これねめちゃくちゃいいんですよね。でボトムスはちょっと仕事で使うことも多そうだったらオルマイでいいと思いますし、まあプライベートでちょっとこう着崩したいなっていう場合はもう一方あって、こっちの少しゆとりがあるバージョンですね、こっちでもいいかなと思うんですね。こっちもねすごくシルエットいいので、これねいろいろと理由があって購入したんですが、その理由はですね来年の3月ぐらいに明らかになります。これはちょっと僕の中では大人の男性の定番としてこれから推していきたいなと思うぐらいすごく使い勝手がいいんですね。特にブラック選ぶと何がいいかっていうとですね、パンツ単体で使えるんですよね。これ普通のブラックパンツとしてあんまり季節感出ないで使えるので、まあ、秋冬シーズンのものなんですけど、生地の厚みとしては割とこう中間的なものなので、真夏以外外してもらえば大体使えるんですよね。なのでこのセットアップ1個あるとすごく便利。内側に着るものとしては、例えばこちらのマネキンに着せてありますが、こういったバンドカラーのシャツみたいなアプローチにしてもらうと結構結構綺麗見えしますね。なんかレギュラーカラーシャツとかカッタウェイシャツとか、そういうちょっと綺麗な感じよりはバンドシャツとか、もしくは T シャツですね、まあ、僕もちょっと着てみましょうかね。 T シャツ上に着るみたいなスタイルがめちゃくちゃ合うので、これをね使い勝手いいんですよね。ボックス型なのであんまりきちっと着すぎないぐらいがいいので、ちょっと羽織ってみたいと思います。はい、実際に着てみましたがいかがでしょうか。僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、まあ、プレスルームに置いてあるもの比較的こうサイズが L のものが多いので少し大きめではあるんですが、基本はですねボックス型で少し大きめのサイズ感なんですね。いわゆるこうビジネスシーンでバリバリ着れるようなジャストサイズのセットアップよりは少しこうリラックス感があるような感じになっているので、このあたりが現代的で使いやすいなと思うゆえんなので、すごくねこれバランスよく使えるんじゃないのかなと思いますね。はい、こんな形になります。まあボトムスはちょっとサイズだいぶ大きいので、まあ私物のものを履いていますが、ブラックのセットアップはすごくねあると便利で、ボトムス単品でも使えるので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。で、このようにグレーも今季良さそうなんですよね。まあ、グレーの中でもミディアムグレーかもうちょっとだけ濃いかなっていう感じの僕の好きなグレーですね。これもねいい色で、バンドのシャツとあとボトムスでこれセットアップ組むこともできるので、ちょっとこうジャケットとのセットアップ重いかなっていう場合はこういった着こなし、あとはこれなんか T シャツ入れれば着こなし完成なのですごく楽なので、こういった組み合わせもできるなという印象ですね。ちょっとグレー良さそうなのでこっちも着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。やっぱりこの色がすごくいいですね。まあグレーとブラックもやっぱり相性がいいんですけど、グレーの中でも濃すぎず明るすぎない色合いなので、こうブラックと合わせてもらっても色の差もちゃんとつきますよね。でこれで単品使いもできるし、セットアップみたいな形で組むこともできます。バンドカラーで肩を落としていて、これはアウター感覚で T シャツの上からさらりと着ることもできるので、これも便利ですね。よく見る
るとここにはカーディガンもありますね。スナップボタンになっているカーディガンもあるので、いろんな着こなしができるので、おしゃれをなるべくこう制服化して簡単にこう着回したいのであれば、このシリーズはめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますね。例えば内側に着るのがこういったグレー系のロンティーですね。こちらキャリーマンというですね、フランスの生地ブランドのですね、ファブリックを使ったカットソーなんですが、こういったものを内側に入れてあげて少し重ね着をしてあげるのもいいかなと思いますね。まあ、実際こちらのカーディガンの内側には使われているかなと思うんですが、まあ、色がですねグレーなんですけど、ちょっと木感があるのでペタッとしない、この感じも含めてなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。やっぱりこうジャケットとかの内側に何着ようか問題っていうのがあるんですが、このあたりはだいぶ使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。そしてですね、これが僕隠れた名作だなぁと思ってるんですね。ローファー今年履きたいんですよ、久々に。だけどもスニーカーに慣れきったですね怠けた足にはもう本格派のちょっとローファーだとしんどいなと思うんですけど、まあ、こちらは GH バスに別注かけてるもので、まあ、ソールを見ていただくとですね、このようにまあデッキシューズのソールが付けられているので、このあたりはまあスニーカーライクとまではいかないんですけど、従来のローファーよりはだいぶ歩き心地もいいんですよね。これはなかなかいいんじゃないでしょうか。シルエットもですね、ちょっとこう丸みもあってすごくバランスもいいし、まあ、ビジカジでも使えますよね。このフリーリッチシリーズにも使えるし、例えばこの501、これも別注版で出ているということなんですが、やっぱデニムが履きたい気分なんですよ。これなんか色だいぶ薄いですよね。こういった色が薄いんだけどクリーン見えするようなデニム、大人が履くんだったらやっぱ足元ローファーが一番いいと思うんですよね。革靴を合わせたい気分になるので、その時のローファーの候補として GH バス、これはバランスがめちゃくちゃいいんじゃないのかなと思います。僕もねちょっとローファーは1個欲しいなと思ってたので、これ実際に履いてみたいと思います。はい、履いてみました。いかがでしょうか。やっぱりシルエットがすごくいいですね。尖ってるようなローファーとかちょっとシュッとした感じだと、まあ、ビジネスっぽい感じ、綺麗さが際立つんですが、程よく丸みがあるので、これぐらいだとビジネスカジュアルでもギリギリ使えて、カジュアルシーンでも使い勝手のいいようなシルエットなので、これはバランスがいいですね。履いた感じもやっぱりこうスニーカーまではいかないけど近しいぐらいですね、履き心地がいいので、これだったら僕も履けるなという感じですね。まあ、ブラックのパンツで履いてもいいし、ちょっと白ソックス見えてる感じなんですが、クラシックな感じのこの足元でなかなかいいなと思うので、これは僕も欲しいなと思いますね。まあ、これ履きながらそのまま行きたいなと思うんですが、こちらのゾーンも行ってみましょうかね。この辺はまあ別注ゾーンって言ったらいいですかね。まあ、そういったこう特別ラインがいると並んでいるわけなんですが、やっぱり服好きとしてはこのあたりは見逃せないですよね。バブアーですね。これもまた使い勝手がいいですね。で、トランスポートビデールというモデルで、まあ、代表的なですねバブアーの2つのモデルを掛け合わせたような、そんな一着になってるんですね。僕もビデールは単体で持ってたし、トランスポートも持ってた時期があるので、その良さをですね2つこう合体させたっていうのはなかなかですね面白いアプローチだし便利なのかなと思うので、まあ、なかなか着る機会もないのでちょっと羽織ってみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。大優勝モデルですね。これめちゃくちゃかっこいいっすね。いわゆるこのトランスポートというのは丈がちょっと短めのモデルなんですね。まあ、こういった短丈系のアウターって、まあ、最近は一つの流れとしてあって、まあ、実際にこう着てるとこれぐらいの丈感の方が楽に着やすいっていうのがあるんですよね。まあ、そこはちゃんと活かしつつ、ポケットなどのディティールがこれビデールのようなですね、ポケットの付け方を採用しているというところで、お互いの良いところをですねちゃんと拾ってあるようなデザインになっていて、まあ、後ろのデザインはグリーンレベルさんが別注で付けたデザインになっていまして、このあたりも含めてですね特別な一着になってるなと思います。これ人気のシリーズでずっと継続してるんですが、やっぱり仕上がりめちゃくちゃいいですね。でちょっとこう横もですねややゆとりがあって、ちょっと今っぽい雰囲気も出るので、なかなかバランスがいいなと思います。個人的にはこのブラックで襟のこのコーデュロイ、ちょっと腕が太いのもまたバランス良くていいなと思うんですよね。まあ、このままでさらりと着るのもいいですし、ちょっと襟立てをしてですねこう止めた感じもすごいかっこいいので、ちょっとそこもやってみたいと思います。襟立ち上げてみました。僕はですね襟立ち上げたい男なんですよね。なんでだろうな、この襟を立てることで一着のアウターで見え方が全然変わってくるんですよね。で実際にこう秋後半になってくると首元かなり寒くなってくるかなと思うので、その時にもね防寒性も高まるので、すごくねこれがあるかないかでは
違いが出るかなと思います。で、これ別注ポイントとして、襟もですね、立てやすいようにちょっとバランスを変えてるみたいなんですよね。そのあたりも含めて、やっぱりこなれた一着に仕上がってるなと思いますね。まあ、着方としては、もうまさにこのままがいいんじゃないのかなと思ってまして、まあ、バブア自体がこう男っぽいようなデザインではあるので、内側に着るものはちょっとクリーンに見えるような、こういったストライプのシャツだとか、そういった感じでバランスをとってもらうのがいいかなと思います。で、このトランスポートの丈の長さっていうのは短いので、シャツ着ると、こっちのシャツの方が長くなるんですよ。それがなんか洒落て見えるので、このレイヤード、ちょっとこの着丈感の違いっていうところをですね、楽しんでもらうのがすごくいいなと思うので、まんま真似したいなと思いますね。はい、すごくバランスのいいね、一枚かなと思います。これに対してなんかグレーのボトムスとかね、オルマイのグレーとかね、合わせていただいたりとか、あとブラウン系のパンツなんかでも相性良さそうなので、これはいいんじゃないでしょうかね。僕も欲しくなりましたね。素材の質感もすごくいいです。で、そのまま流れで言いますと、内側にはね、着ているこちらのトーマス・メイソンの生地使った、少しオーバーサイズのシャツですね。ブルーベースに対してホワイトのラインがですね、入ってるんですが、ブルーの分量が多くて、なんかちょっとこう、通常のストライプよりも1枚でも着映えするような、そんなバランスになっているので、やっぱりこれはもうね、トーマス・メイソンの上品さっていうところをしっかりと捉えたような1枚になってるかなと思いますね。やっぱこっちと合わせても良さそうですよね。いやー、いいですね。トランスポートビデールが色違いで、おー、こういったちょっと男らしいオリーブっぽい色と、あとはまあ、これはなんだまた違ったもの出てきましたね。丈が長い。取り出してみたはいいものの、着丈が全く違ったものが出てきて、僕も驚いてるんですが、ゲームフェアというですね、モデルになってるそうで、僕も知りませんでした。これはですね、まあ、競馬とかそういったところの観戦用のですね、アウターとして開発されたということで、まあ、本来はもうちょっとこう、タイトなシルエットだったりするんですが、まあ、今の現代的なサイズ化に合わせて、フィッティングも調整してあるということで、まあ、主にですね、ジャケットだとか、セットアップのスタイルの時なんかの上に着ることもできたりするので、まあ、ビジネスカジュアルな場面なんかでも活躍してくれるような一枚ということで、こういう選択肢もあるんですね。ちょっとこれは僕も想定してなかったんですが、なかなか素敵なものもあるなということで、別注版かなり面白いんじゃないのかなと思います。ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っております。そして横のゾーンですね。こちらのシャツに関しては、ウォッシャブル TW ビエラシャツということで、これね、秋のおすすめのトップス5000でも出していたので、皆さんもすでにご存知かなと思います。この生地感ですよね。コットンにはまたないですね。ポリエステとウールをですね、これブレンドさせた上品な質感ですね。微光沢があって、すごく上品な大人見えするシャツですね。僕はこのモカがすごくいい色だなと思いますね。ベージュとブラウンの間ぐらいのですね、すごくいいカラーで、まあ、僕が大好きなブラック系のパンツとの相性も良さそうなので、ちょっとこちらを羽織ってみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。まあ、サイズがですね L になるので、ちょっと僕の普段のサイズよりは大きめではあるんですが、これぐらいのサイズ感が好きな方も中にはいらっしゃるんじゃないのかなと思います。まあ、このシリーズというのは大人の男性にも着やすいような、ゆるさはあるんだけどもワイドになりすぎないような形になっているので、皆さんが通常選んでいるサイズをですねチョイスしていただければ、まず間違いがないかなと思いますね。やっぱりこのモカの色がすごく良くて、動くたびにですねこの光沢感っていうところが楽しめるかなと思います。まあ、モカということで、まあ、ちょっとこうねベージュとかブラウンに近いような色なんですが、ややこうグレーっぽさが感じられたりだとか、あとはこの縦に走るようなラインの雰囲気なんかも楽しめるので、これはかなり美しい仕上がりかなと思いますね。内側にですねこういったボーダーの T シャツなんかを合わせていただくのもいいかなと思うので、様々な使い方ができるかなと思います。今時期ですね、まだまだ暑いので T シャツの上にアウターとして使うみたいな感じですね。そういった使い方もできますし、季節が進めばこの上にですねロングのコートとかを合わせていただいてもバランスがいいかなと思うので、様々な使い方ができるかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っております。そしてこっちのゾーンですね、まあシャツ系もすごくバランスのいいものが揃ってますね。これなんかもなかなかいいですね。まあ、スウェードライクシャツということで、これまたですねアウター感覚で1枚でさらっと着やすいですよね。まあ、ボックス型のシルエットでポケットが両胸についていて、素材の質感もまたちょっとスウェードライクで、なかなかバランスがいいなと思いますね。まあ、こういったちょっとこうブラウンっぽい、これもモカという表記ですが、秋っぽいような色で使ってもらうのもいいと思いますし、なんかこう爽やかなブルーなんですけども、質感はスウェードライクっていう、この感じのバランスもなかなか素敵だなと思いますね。このあたりも
ちょっと個人的には気になりますが、なかなか良さそうですね。続いてこちらですね。ちょっとこうサーマルっぽい雰囲気のトップスになるんですが、これも使い勝手良さそうですね。まあ、いわゆるこうロンティーっちゃロンティーなんですけども、通常のロンティーよりもちょっと厚みがあるんですね。だけどもスウェットよりは厚みが抑えられているので、結構重ね着がしやすそうな印象がありますね。まあ、確かに僕もスウェットがすごく好きで去年いっぱい買ったんですけども、割とこう1枚で着るには便利なんですが、重ね着の時に最近のスウェットって結構ゆとりがあったりだとか、まあ、そもそも生地が厚かったりするのでちょっとごわつくんですよね。まあ、そんな時にこういったなんだろう、ロンティー以上スウェット未満みたいなアイテムを持っておくとかなり重ね着もしやすいし、1枚でもまあ見ていただくと分かる通り肩のライン落ちてますよね。なのでちょっとこう着映えもするし、ちゃんとこう様々な使い方想定できるので、これ便利そうですね。で、色がホワイト、まあ、爽やかなホワイトもいいし、このライトグレーなんかもいいですね。このあたりもいいし、あとはブラウンとかパープルとかもあるんですね。このあたりもちょっと1枚で着るにはすごくいいですよね。ちょっとこうイメージが湧きづらいアイテムではあるかなと思うので、ちょっと実際にこちらも着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。まあ、ちょっとサイズ感はややゆったりめですかね。 L サイズ今着ているので、僕のサイズだともうちょっと M でコンパクトになるかなと思うんですが、やっぱり最初から緩さのある設計ですね。肩ライン落ちていて身幅もゆったりで、このあたりは使い勝手良さそうですね。確かに着てみてもロンティー以上スウェット未満っていうところをすごく実感するような厚みで、これ使いやすそうですね。で、表面もですね、こうつるっとした感じじゃなくて、この凹凸感があるおかげで、まあ、ニット見えしてくれますし、なかなかバランスのいい一枚かなと思いますね。これ今時期だったらちょっとこう腕託し上げながら軽快な感じで着てもらうのもいいかなと思うので、様々な使い方ができそうですね。この上にですねアウター羽織ったらまさに完璧だなと思うので、ちょっと先ほどのバブアを着てみましょうかね。せっかくなんで違った色、このオリーブっぽい色も着てみましょうかね。僕もね、ちょっとオリーブのバブアってあんまり着たことがないので、合わせてみても面白そうですね。意外とこのライトグレーのカットソってめちゃくちゃ便利で何でも合うんですよね。そういった意味ではこういったオリーブ系も相性良さそうなので、ちょっと羽織ってみましょうかね。はい、着てみました。やっぱり相性いいですね。ライトグレーのこのトップスに対してオリーブもすごく相性がいいので、すごくバランスよくハマってくれるかなと思います。トップスちょっと丈長いので、このバブアと合わせていただくと、ややね、こちらのトップスの方が丈の長さが勝るので、ちょっと出る感じも、これまたなかなかバランスがいいかなと思いますね。オリーブも結構やぼったく見えるかなと思ったんですけど、実際に着てみるとすごくバランスいいですね。これだとなんかいつもブラック系のアウターばかり着てる方だと新鮮な感じになるかなと思うので、この色も良さそうですね。まだちょっと暑いので、もうちょっと先の季節になるかなと思うんですが、こちらも結構人気モデルなので早めにチェックをしていただきたいなと思っております。そして後ろに行きましょうかね。このあたりは先ほどちょっと触れたキャリーマンですね。キャリーマンのカーディガンがあったりだとか、このあたりもさらりと羽織れそうで便利ですね。 T シャツ上に着るだけでもう一つ着こなしが完成しちゃうと。このあたりも最初から木っぽい感じになっているので、すごくね、表情感あっていいんじゃないのかなと思いますね。キャリーマンのシリーズ、まあ、新しいシリーズ出てきますし、知らない名前がいっぱいありますね。僕も勉強しながらっていう感じなんですが、まあ、ラストこっちの方移っていきましょうかね。はい、ラストはですね、ほぼ一周してきたわけなんですが、こちらのゾーンですね。まあ、カバーオールですね。グリーンレーベルさんの定番のアイテムなんですが、やっぱり使い勝手がいいんですよ。僕も一着持っているんですが、毎シーズンちょっと色味の雰囲気は変わってくるんですけども、今季はこのモカ、まあ、ブラウンよりはちょっと明るめで、ちょっとグレイッシュな感じもするモカもすごくいいし、あとは少しこうネイビーっぽくも見えるんですが、ミディアムグレーですね。こう、ブルーとグレーが混ざったようなこのカラーもすごくいいですね。まあ、カバーオールといえばやっぱりこうデニムだとかそういった素材感のものが圧倒的に多いんですが、かなりカジュアル見えしてくるので、大人の男性がさらりと着るアウターとしては、こういった上品な素材感のものもですね、1枚持っておくとめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。で、季節も意外と長く使えて、秋も使えますし春のシーズンも使えるので、そういった意味では1着持っておくと便利かなと思います。まあ、せっかくなので僕もこちら着てみたいと思います。はい、着てみましたがいかがでしょうか。これももう
う鉄板ですね。僕にとってはもう見慣れた大定番の雰囲気なんですが、今季やっぱり色がいいですね。まず先ほどご紹介したこのロンT以上スウェット未満のカットソーの上にこのカバーオールを着ていただければ結構寒い時期までいけるんじゃないのかなと思いますね。カラーバランスもこちらがまあライトグレーみたいな形で、外側に着てるのがまあちょっとブルーみがかった、ミディアムグレーというところで、まあグラデーション作れるのでこんな感じで、あとボトムスは今ブラック履いてるんですが、ここにですねもう大定番のオルマイージーパンツがありますので、これで代用していただければもう完璧な着こなしができてしまいますね。まあ、非常に使い勝手いいでしょうね。まあ、表面の微光沢も含めてすごく上品な仕上がりなので、カバーオールというカジュアルなものなんですが大人っぽく綺麗に見えるので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。そしてボトムスですよね。こっちのボトムスも良くて、オルマイージーパンツもいいんだけど、プレイパンツこれもね使い勝手がいいんですね。実際にこれ先週買いました。自腹で購入したんですけども、これダークグレーですごく使いやすくて、ブラックだとかネイビーのアウターのボトムスとしても使いやすい色で、結構深めのグレーでいいんですね。シルエットが少しゆとりがあって、このあたりもすごく楽に履けて今っぽいのでいいですね。あとブラウンもすごくいい色ですね。ちょっと今季はこういったブラウン系で秋色を混ぜてあげるのもなかなか良さそうなので、このあたり、まあ、ブラウンも結構深めなのでやぼったく見えなくて良さそうなので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。本当なんかトピックスが多すぎて何分になるんだろうなと思いながらやっていますが、このあたりグラミッシュの別注モデルもすごくいい色に仕上がってますね。いいなぁ。このあたりもちょっとウールライクな見た目になっていて、ちゃんとねベルトがついてるので、このあたりのサイズ調整非常にしやすいところとか、まあ、開脚もしやすいところも含めて、こういった別注版のグラミッシュも充実してるので、ぜひボトムスはちょっと選ぶの難しいですね。オルマイがあって、プレイパンツがあって、グラミッシュ別注があって、悩みどころではあるかなと思うんですが、皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では久々にですねグリーンレベルさんのプレスルームにお邪魔させていただきまして、秋の新作の中から特に注目のものをですね実際に試着をしながら皆さんにご紹介をさせていただきました。どれも今すぐ店頭で買えるものばかりなので、まあ、ぜひですね皆さんもオンラインで見たいですとか、店頭でですね実際に商品をですね見ていただければなと思っています。まあ相変わらず定番的で使いやすいようなラインナップもたくさんあって、まあ、トレンド感もしっかりとミックスされているので見ていてワクワクしましたし、まあ、僕たち大人世代に似合いやすいものが非常に多いので安心感があるなという形で実感をしました。ぜひ皆さんもですね自分の手持ちのアイテムを見ていただきつつ、まあ、足りてないものがあったらですねこの機会にいろいろと買い揃えてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね分かりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ今後の動画も楽しんでいただければなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。